には骨盤は後傾してもいいよって言ってあげる手もあります。お尻が浮かないように気をつけてください。本日第1期養成講座最終日です。全8回、8日間にわたって、毎回1日中という感じでやってきて、で今日が最終日になります。この後こう養成講座の子たちが最終日どうやった感じで来るのかなっていうのを撮ろうかなと思って回してますけど、頑張ります。おはよう、あかねさん、おはようございます。最終日お願いします。最終日気合入ってる。あかねさんはどんなインストラクターになりたいですか？聞かせられるインストラクター。聞かせられる確かに聞いたっていう感じをね、持ち帰ってもらいたいですよね、はい、ありがとうございます。ちょっと、ね、勝手におはようございますを回してます。おはようございます。ゆうきちゃんどうぞ。おはようございます。ゆうきさんいきなり、ちょっと素の様子を。ゆりかちゃんです。はい、まかさんです。おしゃれさん、スタジオがこの6人です。あつみさんおはよう。みんな撮ってます。みおさんおはようございます。はい、今日ついに最終日ですね。ちょっと感慨深いものもありまして、ちょっと前まではね、みんな知らないもの同士でしたし、私たちも知らなかったんですけど、どんな人っていうのが大体分かってきて、あっという間なね、全8回の養成講座ですけど、こっからがねスタートですし、まだ今日1日ありますので頑張りましょう。さあ、じゃあお願いいたします。はい、お願いします。今日はノーミスの基礎クラスを行っていきたいと思います。皆さん立ち上がってください。一旦上がりましょう。足が拳一つ分幅に開いていただき、足の中指と膝のお皿の位置がまっすぐなるようにやってみましょう。足裏つけてって、あれでこうちょっとギューとハム伸ばしてあげるような動きを促してやっている時に、その言葉を口に出してあげると他の人もはーってなる。食べたな。休憩中です。今日が最後ですね。ご飯までね、この動画で始まるのは結構こうじゃあって変わった瞬間に、立ってる人や座ってる人とかバラバラになってたら、やっぱ指示を出して座らせたいのか何なのかとかね、起き上がりますとかも、ただ起き上がっていいよってなのか、どう起き上がらせたいのかとかも、指示した方が統一、みんなが同じ動きをしてくれるとか、みんなバランバランになっちゃう。体操の理論的には、このなんていうかな、平らなお腹にしていたいし、そのくらいすごい硬い人まで、ゆりかちゃんもまあ柔らかくはないとして、硬い人には骨盤は後傾してもいいよって言ってあげる手もあります。そうすると下が巻いてくることにより、上も絶対一緒に巻いてくるわけです。自然に連鎖でダンゴムシみたいな感じになるっていうか、そういう使い分けもあるんです。動くのしんどいかもしれない、眠くなるかもしれないのでやっていきたいと思います。午後のケーススタディは、ちょっと、30回ぐらいとか来て、体の使い方も少し覚えてきたかなっていうお客さんの、集まりに対して、で今日1人が教えてるんですけど、5人お客さんがいるので、そういう5人のグループセッションってことにしましょう。ありがとうございます。レンチチャレンジ。やっぱ基礎から始まる。レンチチャレンジやる。いいよいいよ。これってさ、きつらかったやつ。そう。落としめるやつ。はい、皆さんどうですか、できましたか。やります。やりますか。やりますか、やりますか。今日はチャレンジクラスとして行っていきたいと思います。まずヒューマンの動きからスタートして、今の体のご自分の状態っていうのを確認していきましょう。では足の幅、拳一つ分幅、指をしっかり開き、人差し指をまっすぐ前に、つま先と膝の向きを揃えましょう。横から見たときは肩と膝、股関節、肩、耳、一直線にしていきます。
顎を引いて背骨一つずつ上から丸めていきます。上でストップしてください。膝は開きやすいです。一つ膝を締めて内ももも意識してみましょう。骨盤をまず立たせたいと思います。お尻のゴリゴリの骨をマットに打ち付けるように座っていただいて骨盤を立たせていきます。左足を恥骨の前にして折り曲げてまっすぐ恥骨の前に左の膝がくるように折り曲げてその上に乗せましょう。息を吸って吐いて、お尻が浮かないように気をつけてください。息を吸いながら手と頭と水落ちまでアップします。この薄いお腹キープした状態でまた上半身開いていきます。上半身動かさずに骨盤だけを動かしていきます。前前後ろ後ろ斜め前斜め前、はい、反対斜め反対斜め、はい、斜め後ろ斜め後ろ、はい、反対後ろ反対後ろ右回り左回り違った前前動かさない後ろ後ろ右どうでしょうか。なんかちょっといい感じいい感じ。結構楽しく動きを忘れてやってもらいたいのに右かな左かなを考えてみんなこう動きが小さくなっちゃうのがもったいないので、あの右左関係ないよって言ったらもう言わないみたいなの前前後ろ後ろみたいなだけとかにして大きくとかだけっていうのもすごくいいなと思うので、こういうのもねぜひねやってほしいなと思うし、でもこういうのだけになっちゃってなんかマーヴィクス音楽ありのやつだけですよねみたいなならないぐらいにしてほしいなって思うところの両方、そうそう、やっぱ楽しいってところを大事にしたいけどっていうところのこう兼ね合いでとてもいいクラスだったと思います。最後のクラスね、皆さんお疲れ様でした。養成なんて私できるのかなとか思ったんですけどなんかそれが本当に1日目でひとまず楽しくてなんかもうそれだけで良かったんじゃないかみたいな感じで思いました。みんなに出会えたことがこのオービックスの養成やってよかったなと思ってます。先生方のあの感謝以上に本当に感謝してます。この出会いにありがとうございましたすごいあの緩むところと真剣にみんなでねあのガッとやるところのすごい温度差がなかなか楽しめたし、いいあの刺激になりました。自分が教えられるお客さんの数ってやっぱり絶対どうしたって限りがある中で一緒に伝えていってくれるっていうそのチャンスがこう与えられ、そして広がっていく可能性が今スタートしたばかりなので、すごく私自身も楽しみであり、かつまあやっぱりリーダーというかマーヴィクス創始者創立者としてあのすごくもっともっとたくさんの人に良さを感じてもらう取り組みをずっとしていくことが私の使命だなと思うので頑張ります。ここからが始まり でチームマーヴィクスとして一緒にこう広めていってくれる活動をしていってくれたらすごく嬉しいですし、あの逆に言えばちゃんと正統派なピラティスやヨガやトレーニングパーソナルトレーニングたくさんある中でこのマーヴィクスっていうものをごめんなさいちょっとなんかなんか急に来ちゃったんですけど急に急に来ちゃったそうなんか選んでまだ何も始まってないあります。なんか一緒に協力してやっていってもらえればすごく嬉しいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。